焼き鳥やろ。ね、スズメって言ったら焼き鳥やろ。そうあれだもんね。いや、というか、それちょっと待って、ちょっと待って。それ違うよ。これ違うよ。これ、まだ、起きらな。あの、ほら、実行してますの、その、そこ。ここですか？違う違う、そこじゃない。それクリックした。うん。あ、それちょっと、あれよね。あ、なんか見よったじゃない。うん。いや、その前の人はね。うん。っていうふうに、このようにくっつけるパターンもあるっちゃけど、もうくっつけるぐらいなら飛ばした方がいいけど、うちはこのパターン取ってないんですよ、実は。うん。うん。でもほら、見て。ヒントになろう。はい。でもほら、バッグ自体の写真がないや、これ。全体のですね。全体の写真欲しいやろ。っていう時に、これをさ、クリックして。でもバッグ寝とったらいかんやろ。ねえ、それだったら立っとかないかんのも、やっぱちゃんとバッグの、ねえ。そうですね。ね、ということで、うん。どんな写真を撮りたいかっていうのが見えてくるよ、こうやって。うん。で分かるばって、気持ちは分かるばってさ。これセンスないね、はっきり言って。これはセンスない。うん、僕は何も言わんといてます。なるほど。それ消して、消して、消して。ちょっとバズ。バズ。で、それも消して。それも消して。で、それもちょっと消して。うん、そして、この段階で取り込んで。こんなに取り込んで。そしたら、始まると思っちゃうけどね。自然と。それで OK。アートマンで。常にこの状態に、画像を取り込む。常にこの状態にするべきじゃない。もう、どうせ。あれやけど、そこチェック入れとっていいよ。どうせ、それ。OK。たら、本当にしましたね。何て言うと。ボード先を確認してください。ボード先を確認してください。名前の変更を移動した可能性があります。じゃあ、こっちでしょうか。本当はそっちでもいっちゃうけど、こっちでもできるけど。なんか言うちゃう。ホルダーを決めろって。ホルダー決めろって。画像を言えるホルダーを。じゃあ、OK して。OK して。まあ、さて、どこに。いや、だから、あなたの仕事するじゃん。あなたの幸せの幸せだって。どこに、だいたいいつもどこに入れてるんですか。だけど、例えば、その、じゃあ、また設定って。うん、どちらの画像取り込み、どちらの画像取り込みに関する設定を行いますか。点数の取り込み設定のコーダーを変更します。自動取り込み設定を変更します。なんか、取り込み画像の種類について、まず取り込んでない画像。うん、取り込んでない画像ね。アップルフォルダー。ドキュメント、ドキュメントに入る。ドキュメントに入れるようになった。あ、でもマイドキュメントでいいんじゃないですか。マイピクチャー。マイピクチャーの今日も全然、問題ないですね。やっと、じゃあもう、で日付で、うん。OK です。ルーってしょ。じゃあもう次出ていいですよね。しばらくしなかったけど、忘れとってたんだよね。カメラ接続しに、画像コンピューターに自動で。ああ、もう、ちょっと、これからも触って入れたら流れていくんじゃないですか。画像を選択しよう。これでいいんですか？分かりました。そうそう。やり始めましたね。はい。そういうことです。だけど、もう今度から入れれば、この状態になりますので。はい。OK です。たら、そんなことになりますよね。はい。なので、その辺をもうパンパンパンと消してもらっていいですか、そこは。あ、もう消していいんですか？消して。取り込むだけでいいんですか？取り込むだけです。はい。それも消していい。バスバスで。メニューで消えるんじゃないかな。終了。それで、これを開きます。このフォトショー。フォトショット。うん、フォトショットを取っておきます。そして、ファイルを開きます。で、そこが、開く。で、そのマイドキュメントの、マイピクチャー。はい。じゃあ、そこでですね、日付のやつね。その、なんだっけ。これ。それ。はい、これですか、ね、それですね。はい。それを開いてください。パパパパって。で、それを全部ね、1個、ちょんって当てて、だから、ちょんって。これ、ドラッグですか。それを、うん。ドラッグ。なんだっけ。全部こう、下のところに、シフトをこうしていくところ、全部下に上げる。こう。あ、違う。これ全部取り込むんですか。それをバーって出すと、全部。
食えんの、なんでカフェインちゃう、え、本当？違う違う違う、貸しましょう。違う。私は塩なんだ。ごめん、私ね、その専門用語わからんだ。こうして、汗こうしてね、こうしてね。シフトで、こうやって、あ、どうしようかな、私。写真撮って、ちょっと待って。あの、ちょっとあれとか、私すごい下手やな、教え方が。ね、ここでしたらよかったね、やっぱ。隣で教えれたもんね。いやいや。はい。いい？とりあえずこれはバツでいいですか？いや、バツじゃない、バツじゃない、バツじゃない。で、それを明るくせないからね、ちょっと。はい、はい。暗かろう？だけん、カラー。首にカラーがある。それを調整。で、明るさ。うん。で、そこに、プラス、うん。ぐらいで明るく、隣明るくなったよね。はい。それぐらいでいいんじゃない？こんぐらいで OK です。OK、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 OK。そしたら、ぐっと明るくなったよね。うん。それで、大事なのが、これ、こうしたんだなと思ったね。あのね。これせない感じじゃん、要は。写真にね、写真に、このロゴを、こんなせない感じじゃん。あー、取り込むんですね。そう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 。それで、ファイルをもう一遍ちょっと出してくれる。あ、で、ごめん。今のやつを700にせないかんけん、ちょっと今の、ごめん、そこじゃなくて、表、編集の、あ、違う、その隣にいてくれる、表示、イメージ、サイズ変更、で、そこで、そこが700になっとるので OK、その幅が700にしとけば OK、それで OK です。はい、じゃあ、キュッとしたくなる。そしてね、ファイルで、開く、ロゴがそこに入っ、そこには入っとらんないけど、ファイルをもうちょっとこう、マイピクチャーにして、マイピクチャーにして、で、そこの下の方とかにロゴ入ってない。なんか、こうといって、こうといって、なんか、ロゴない。あった、あった、ロゴ。で、そのロゴを一遍出してくれる。それ、ダブルクリックで出てくるかな。あ、ですよね。だから、それをね、結局、ロゴを貼りたい画像とロゴを開きます。今開いてますよね。ね、うん、そして、ロゴの上を、ダブル、ロゴの上のタブを右クリック。タブって多分これ残ってるんですよ。そこを右クリック。右クリック。右。しました。そしたら、そこで切り取り。切り取り？一番上あるやん、切り取り。あ、ほんとだ。切り取りを選んで、で、貼りたい画像に、その貼りたい画像をもっとこう広げないかって思っちゃう、そこ。こう広げるんですか？広げる。うん。そんなちっちゃいって言ったよね。ここに貼るって貼りたいって言うもんね、これね。そうでしょ？そう。貼りたい画像のタブの右クリック。そこに上、そこを右クリックしたら、新しいレイヤーに貼り付け。そう。を選択。そして、あ、そう。それで、そこを一番端っこにすると。そういうこと。うん。いや、そう、ダメだ。あ、でも、これで大丈夫なの？オッケーオッケー、大丈夫。ほら。できた。そして、マスクを選び。どこ、オッケーよ。マスクを選ぶ。マスク、まだポイント。はい。それで、これで移動したら、マスクを選びって感じ。マスクだけ、レイヤーのとこ開いて、レイヤーのとこ開いて。あ、こうですね。そこにマスクない。マスクおらん。じゃあ、もっと、マスクがおらん。マスク、あったやん。そこマスクって書いてある。マスクを選び、ね、新規作成。で、イメージからを選択。あとはそのままクリックするだけ。OK! やったー、できたー。で、それをもう、ペケで消してもらったり。あ、もうこれでもいいですか？ OK、OK。で、それを当時変更しますか？はい。で、1個これで。はい。はい。で、これ1個できました。はい。次、もう1遍開きます。これ。いいんです。それままいいんです。ロゴだって言っちゃうけど、ロゴ言っちゃう。はい。ファイル開きます。はい。開きます。はい。で、そこでまた次、2ペ 2個目。あ、そう、もう1遍ひっくり返して、そこ2個目。次、はい。開きます。はい。見たら、今度はこれを、もうちょっとやっぱ明るくします。
これを繰り返しするわけです。はい、明るくします。はい、いいです。明るく。大丈夫です。大丈夫です。で、要はこれが必要なわけじゃないですか。だから、これで、で、ここにロゴが来ますから、そのこと考えたら、このくらい切ってたらいいですね。ここにロゴが、うちの春巻きのロゴが来ますから。はい。なので、これ、これ。うん、それで、イメージかな。編集。そう。じゃあ、とりあえずちょっとね、これは消しとるとか、OK。こう、こうしないと。今ね、これ、トリミングってやつです。これ、これトリミング。あ、うん、で、後からここにロゴが来ることをちょっと計算に入れながら、うん、そして、トリミング、トリミング、トリミング。これ、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 トリミング。はい、イメージトリミングですね。こういうこと。あ、そして、ここね、サイズをな、とにかく700にしようね。700。うん。そして、ここにロゴ入れる。はい。うん、はい、これでも一旦終了しないといけない。いや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 、一旦終了じゃない、一旦終了じゃない。これなんか今、これになってるんじゃないですか、トリミングに。いや、になってるんです。いいです。切り取ったってこと。で、それで今いいんやけど、ロゴを開き、画像と、ロゴを開きます。今開いてる状態なので、ロゴの上のタブを右クリック。で、貼りたい切り取りを選んで、貼りたい画像の上を右クリック。だからそれを少し大きくしていいですよ。そこで、新しいレイヤーに貼り付け。あれとごめん、それ消して。そっちが、今。うん、じゃあもう一回ロゴ持ってきましょうか、一回一回。ね、慣れるまで。ちょ消してロゴ探してきましょうか。ね。保存しますか、いいえ。うん、で、ロゴ探してきましょうか。その方がうまくいったけ、ね、うん。うん。そこじゃなくって、そうそうそう。これね、慣れてきたら多分効率のいいやり方があると思います。ちょっと聞いてみて。うん、聞いとって。で、そうそうそう、ロゴを出しましたよね。そうそうそう。そして、こうなってる状態で、これをもうちょっと。聞いてるんですよね。ロゴを。はい、そうです。その通りです。で、この。貼りたい画像の。新しいイメージに貼り付けてるんですよね。あ、レイヤーに貼り付けた。そうそう、さっき、それでさっき違うとこにしちゃったけん。元に戻しましょうって言ったんですよ。うん。オッケーオッケーでね。それだったらもうこっちのものよ。そういうことよ。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。そういうこと、そういうこと。さっき言っとったよ。オッケーって、真っ白になるけど、大丈夫だよ。ちょっとよ、重なってないんですよ。重なってないけど、重ねて言っとったよ。何処して、もう一度押して。そうそうそう。で、そのまま、あとはマスク、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 マスク。そうそう。新規、新規、新規。イメージ、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 新規作成のイメージから。OK。で、そのままそれを終わらせろうとしたら、うん、いいかっていうか OK。で、OK。で、それは、パーセしてみましょう。パーセね。というので、これを持ってたらできるね。ロゴへの変更。はい。じゃあ次。はい、出来上がったんですか？出来上がったんですか？それはもう番号だけでいいけん。まずトリミングします。だけどトリミングのところをチェックとして、そう。で、トリミングして、その番号だけでいればいいけん。で、あとはロゴが、春巻きのロゴも来るけん。そう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 、そういう感じで、後からロゴはそこに来るぞっていうことをこう気にしながら。ああ。うん。そう。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと感じ。そう。このぐらいですか？うん。で、それを、イメージ、編集家のイメージからちょっと行ってみて。イメージとか。すごいトリミングがありますね。切り取ったと。そう。で、これちょっと暗いですよね、このままじゃ。やっぱり。なので、カラーを。OK。ようこそ。でね、もしね、キュッと引き締めたいとかいう、もし、
感覚あるから、効果。効果。カラーなんですか？じゃあ、効果、横にある。ああ、はいはい。そこにクリックすると、ほら、シャープ、シャープネスってやつ。で、それで、シャープ S を入れると、引き締まります。うん、これ引き締まったんですよ、実は。わかんないけど。引き締まってる。ということで、じゃあロゴ入れましょうか。どこで調整するんでしたっけ？あ、調整？調整？ああ、ごめんなさい。編集。編集の、じゃないね。表示じゃでもないね。イメージのサイズ、サイズ変更、サイズ変更。そっか。そこ目指した方がいいかもしれませんね。で、まあ、中が正直わかるようになる。そうそう。そしたら、今度はロゴは持ってこない。イメージある。違う、違う、ファイル、ファイルからロゴ。いやいや、さっきのやつ。何なの？あ、サイズ変更か。イメージ。そうそうそう。イメージ。じゃあ、そこじゃない。うん、そうそうそう。このことちょっとね、もう2時間からすぐ過ぎるけお客さん混んでも。飛び込みいいね。私これ見ながらしたなって聞いてて。それで？これで、レイヤーに貼り付ける。貼り替えにします。新作成イメージから。OK。いいね。飛び込みいいや。ネグさん、優秀だな。っていう感じで、全部します。はい、今までのやつ。ね、だから今、これで全部、一つこれが終わりました。あ、はい、はい。ということです。それで、取り込んだものの、これはあまりにも無理だと。取り直すということがやっぱあったりします。やっぱね。どうしてもね。うん。そういうこと。そういうこと。ボケと、ボケではないね、大丈夫ね、うん。それで、その箱とその様子が分かればいいので、切り取るんですよ、やっぱり。やっぱり切り取る。切り取った方がいい。うん、切り取った方がいい。レイヤーですか？違う。違う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 。取り、あ、いや、今のポチッと押したでしょ？大丈夫、それも切り取れますよ、大丈夫。そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうこと。これでも回せない。あ、いや、違う、回せない。どうやって回せない？これで伸ばせるのか。いや、違う。これ引っ張れない。あ、引っ張れた、うん。そういうことです、そういうことで。段ボールは、あの箱は映ってた方がいいから、箱は映ってた方がいいですよ。じゃないんだけど、気に取ったらね、何のことやらそっぽからなの。自分たちはそのイメージが分かった方がいい。全体で移動するんだから。うん、だけど、そうそうそう、そしたら大丈夫。まぁ、あ、ちょっと、嘘ない。そっちもそういうこと。そう。うん、そう。そうで、で、あ、印を入れないといけないですね。そうそうそう。だけ、うん、そう。で、こうやってこうつけるわけやけ、本当は全体的に同じぐらいの間隔にしとった方が綺麗ですよ、本当は。だけ、こっちにこれだけ余裕を持たせたなら、こっちもそのぐらい余裕を持たせたら、綺麗ですよ、後から見たとき落ち着きます。うん。そういうこと、そういうこと。そう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 。だけ、ここもこれだけ余裕を持たせたなら、こっちもそういうことです。そう、そういうこと。だけど全体のバランスが、そう。それでね、だいたいトリミングがね、こういう感覚。ここが長方形。少し上と下が長い長方形に整える。ああ、長い長方形。そうそう。この長方形ではこっちの長方形。横長の長方形に整えると、後から画面にしたときに見やすくなります、うん。それはちょっと後の出来上がりのイメージが湧くともピンと来られますので。え、トリミングやったやつ。トリミング、トリミング。そう。で、暗いでしょ、やっぱこれって。だから、あれだけ、これだけ暗くなるんだということを知っといてください。ここで撮ると。だから、向こうで撮った方が明るいということがあります。店先で撮った方が。このぐらいでいいですか？いいです、です、ということです、ということです。はい。ということで、また。表示ある。ファイルからロゴを持ってこい。ああ、そうそう、大きさを忘れてますね。
ごい、もう覚えと。ええって。もう越されたって。私、1時間転換やったね。いや、これちょっと重なりますね。でも、いいの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 、そこは言ってます。知ってます。後から分かるけど。何を言おうか。あのね、うちの宣伝にもなるっちゃけど、うちの画像を勝手に人から使われないという意味でも、重なってた方がいいんですよ。ああ、なるほど。うん、それもあるんです。なんか私は宣伝効果の方を期待してますけどね、どっちかっつってね、うん、でもこれどう切れねば切れてます。あ、これは切れていいです。あのさっきのであれはいいから、だからもうこれはどっちかというともうここさえ分かればいいみたいな感じなので、こうグッと切ってもらってます。それでもいいですよ。あの最後にここの写真はアップして撮ってますからね。はい、じゃあここに入れる感じですか、ね。そう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 です。そうです。うん、で最終的に、うん、今みたいなさっきの。で、やっぱりもうちょっと明るくしときましょうか。いいじゃないですか。ね。あ、もっとうまいやり方があるんだ。そう、多分、本当はもっと、もっとね。効率的に、効率的に、今みたいに例えば、うん、だけど、それはちょっと、後から研究してください。あの、いっぺんに同じ作業をした方が絶対効率がいいから、トリミングしたりして、いっぺん、このシェイプする、シェイプするって作っといて、後からロゴバン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 ってやった方が多分、いい方法があると思います。はい、あると思います。なので、ちょっとそこは研究します。それに本当にこれもトリミングあんまりいらないんじゃないかなという感じですね。うん。はい。だからあとは、あれはこれだけ明るいんで、これ以上明るくすると多分ハレーションを起こすので、もう、キリッと引き締めてもらうだけでいいんじゃないでしょうか。効果のところで、シャープネスの、こんな感じです。お電話ありがとうございます。春町とよすみです。はい、そうです。はい、8時まで営業いたしております。お正月の三が日以外はいつも営業いたしております。朝10時から夜の8時になります。はい。はい。あ、お客様ご用件は何でしょう？はい。あ、なるほどですね。わかりました。はい。あの、はい。ご利用は初めてでいらっしゃいますか？はい。あの、もしお値段が合いましたら、あの、お取引させていただくのに、免許証か保険証か何か身分証明になるものが必要になりますので。はい。はい、そうです。どなたとお取引したかをちょっと書類を残さないといけないのが私たちの、あの営業義務になりますので。うん、あの、要するに、あの、普通だと何もないんですけど、その書類を整えておかないと、私たちは、その、いわゆる営業義務になります、それが。はい。なので、あの、最初だけ必要になります。はい。そうです。で、例えば、その、お引越しになったって住所が変わられたとか、まあ、お名前が変わられたとか、そういう、こう、何かの変更がありましたときは、あの、提示していただいて、そこで変更手続きということをさせていただきます。いえ、カードじゃないです。あの、お取引の、その、登録、あの、記録をしとかないといけない。あの、申し込み書って言いまして、そのお買い取り、もしくはその質預かりでもそうなんですけど、入室お買い取り申し込み書っていう形で、その書類か、あの、
取らせていただくんですけども、それをきちんと残しとかないといけないんですよ、私たちの場合ですね。そうです、そうです。はい。リサイクルの場合はですね、1万円以下は、そういうのは取らなくていいという一応法律はあるんですけれども、それが逆に言えば、問題になってたりします、今。はい。だから、できれば、どなたとお取引したかっていうことを、きちんと残していただくというのは、ちょっと、そういう意味では、いろんな世の中の防犯の、協力をしていただいているような形になります。はい。あ、私どもは質屋ですので、金額の以下に関わらず、それをいただいております。で、それは、なんていうんですかね、どうしてもそれが嫌だという場合は、まあ、それが OK だというところに、まあ、ご利用いただくしかないということにはなりますけどね。はい、あ。え？いや、というか、忘れて来られないように今お話ししてるんですが、実は私が説明してなかったら、あら、それ言ってくれとったら持ってきたのにって話したので、最初にご説明してるんですけど。ですよね。ですからこちらがご説明しとかないとと思って、今、ご説明をしてるつもりなんです。はい。そうです。一度だけです。はい。もうお名前を言っていただければ、生年月日とご本人確認ということで、それでもう取れますから。はい、そうです、そうです。はい。だから初回だけちょっと書類整えさせていただきます。はい。ないです。何もないです。はい。要するに、もう、なんていうかな。いわゆる、中古品にまつわるものっていうのは、要は、盗品を扱っちゃいけない。もしくは、盗品とか持ってこられる方の一つの、まあ、操作の、きっかけにするために、まあ、私たちですね、質屋、まあ、古物もそうなんですけど、古物商、質屋営業、質屋っていうのは、公安委員会から、最寄りの、いわゆるところから許可をもらって、仕事してるんですよ。ですから、そういう書類を整えるっていうのが、営業義務です。それを怠ってると、営業停止になったりします。はい。はい。厳しいですよ。なので、ちょっと、民間企業なんですけど、そういう盗品に関してはちょっと税関的な役割があるんです、実は。はい。そうです、そうです、そうです。で、それ、捜査協力してたりもします。ちょっとおかしいから、ちょっと、逆に申告をしてたりもします。で、それは、長年やってると、まるで刑事さんのような勘が働いてですね。うん、いやいや、そんなことはないです。いや、つまり、いや、違う違う、人相が悪いんじゃなくて、要は、やましいことがある方は、やっぱり普通と違うんですよ。つまり、要するにどっかから盗んで持ってきてくるような人っていうのは。違うんです、これ。落ち着きがないんです。違います、違います、違います、違います。それは、それこそ、うん。うん。そうです。だから、お客様の、うん。ですから、お客様のように、こうやって、あーっておっしゃってある方は、盗品じゃありません。うん。いや、だから、なんて言うんでしょう。例えば、妙に急がせるとか、あとは、なんだろう。逆に言えば、おかしいなと思って待たせてるとするでしょ。ただ、要するに、通報でもされてるんじゃないかということで、逃げ出されたりしますよね、泥棒さんだったら。はい、はい。いや、そうそうそう、物を置いたままね。うん。っていうので、あ、やっぱりおかしい。やばい、おかしいでしょ。ほら、おかしいでしょ。もう、そういうこと、それで、いや、あるんですよ、実際。あるんです、あるんです、あるんです、あるんです。はい、はい、はい。なので、長い目で見てたら、それしかもですね、しげしげとお客様を見てなくても、人を見なくても、おかしい人おかしいんですよ。で、何回かお取引しても、絶対これおかしいっていうのがあります。うん、結局蓋を開けたらですね、ほら、例えば、通販とかでずっとその社長とかそのメインの人は買い付けにその海外とかなんとかということでずっと行ってあったとするでしょ。ただ、そういうその、ま、受け付けてその発送するっていうのを、まあ、忙しいもんですから、まだ立ち上げたばかりの時でいらっしゃったんでしょうね。女性のスタッフだけに任せてらっしゃったっていう時に、すごく若い女性がですね、貴金属をずーっと持ってこられるんですよ。で、初めは、一番最初は良かったんですけど、何回も持ってこられたら、やっぱおかしいなって思うから、会話の中にこう聞いてると、ほら、要するに、宝石商とかって書かれるってことは、自営業って書かれるってことはですね、
ある程度のほら、要するにプロが持ってる、そこそこのその専門知識とか何かこうありますよね。だから、そんなの聞くけど、全然これはズブの素人だと。おかしいなと思って、すいません、この方をちょっとですね、おかしいので調べてもらえますかって、こっちから申告したことあります。はい。それで、実際、やっぱりそういう、まあ、横領してらしたんでしょ、結局はね。うん。っていうようなことありましたよ。うん。なので、それは長年、こう、やっぱり付き合う、そういう窓口をいると、だから、わざとですね、断らないで、それはうちで、その、とどめといたんですよ。うん。あら、これ、うん。つまり、そういうご商売をされてある方が、多分これお困りになるだろうなっていうふうに察知したからですね。はい。はい。だから、それは、その業者さんが、要するに、刑事さんがね、そこに行かれて、要するに、だから誰がその人がどこに勤めさせたかとか、刑事さん調べられますから、ね、ただ、この頃棚卸しされましたかって言って、質問されてあるんですよ。それで分かったんですよ。うん、っていうことありましたよ、実際。うん。だから、でも一歩間違ったら逆恨みされると思いません？あんまりやりすぎると。ね、ね。うん、いや、っていうか、いや、要するに、ほら、悪いことした方が悪いんだから、ね、ね、いいけどね。ね、ですね。だから、そこら辺が、まあ、なんていうかな、難しいところではあるかもしれません。で、とにかく、その、警察の許可を得て仕事してるっていうことは、できる協力はするということで、それを課せられてるってことです、私たちは。はい。あ、そうです、そうです、そうです。良識ある市民の枠の中です。そうです、そうです。その通りです。もう、お客様の今おっしゃった通りです。ですから、1万円以下は取らなくていいんだったら、取らないじゃなくて、じゃあもう、金額にはいかに関わらず、うちはすべて、取っておきましょうという話で。だから、お客様に協力お願いしますということですよね。はい。はい。まあ、だから、メガネかけてマスクして来られたらいいじゃないですか。いや、されません、されません。いや、要するに、なんて言うんだろう。されません、されません、されません。違います、違います。違います。はい、違います、違います。はい、はい。いや、だから、私はね、その人にそれ以上犯罪をさせたくないなって思ったときに、うん、そういうことをするんですよ。うん。でもね、私逆にね、その時はやっぱ2、300万になったんですよね、結局はね。はっきりするまでね。ただね、私、うん。あ、そうですよ。そうなんです。そうなんです。うんうん。だけどね、その営業者さん、従業主さんも、うちの意図が分かってくださって、要するに、全額、入れてくださって、だからうちはだから、要するに、損をせず、その品物をそのままお返ししました、その時。だけど、ケンさんも逆に言えばそれを、ほら、要するに、質屋さんが、要するに、そういうふうに、してくれたんだからってことを、まあ、言ってくださったみたいでですね。だって、深刻ですから。はい。うん、うん。そんなこともありましたよ。はい。昔。うん。うん。うだから、あれですよ。お値段が合うか合わないかは、もう、要するに、うちがいくらで取ります。じゃあ、それじゃやめときますってお話ですから、そこはそんなにご心配なさらないでください。はい。はい。無料、査定は無料ですから。はい。はい。いやいや、そんなことないです、そんなことないです。はい。はい、構いませんよ。はい。はい、どうぞ。はい。はい。どうぞどうぞ。はい。はい。いえいえ、はい、失礼いたしました。よろしく。あ、で、場所はお分かりですかね。はい。あ、もう、春町駅からだったらですね、はい、すぐ分かられる。でも、どうしても分からないでご電話いただけますか。はい、ですね。はい。いえいえ、はい、失礼いたしました。よろしくお願いいたします。はい。すいません、お待たせします。